白ハイソックス、黒ハイソックス、黒タイツ、白ニーハイ、そして短い靴下。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。フィギュア大好き監督です。今回ですね、紹介するものなんですけども、こちらをご覧ください。はい、というわけでですね、今回5等分の花嫁のケアフルフィギュアを開封していきたいと思うんですけども、イシカ、ミノ、ヨツバ、イツキ、お分かりいただけただろうか。というわけでこちら、ででん、お姉妹なんですが、一人いません。ミクがいません。はい、こちら台東クレーンゲーム限定商品のケアフルフィギュアを開けるんですけども、ですね、オンラインクレーンゲームでゲットしなければ手に入らない超レアなフィギュアです。なんですけども、監督ね、クレーンゲームうまくないので落札しました。ミクがいません。なぜかと言いますと、高い。5姉妹いるんでね、限定商品なんで、どうせ買うんだったら安く買いたいじゃないですか。相場とかを考えながらポチポチして、まだ買いときじゃねえなみたいな。4姉妹はね、こちらの金額で落札しました。でミクが、ね、人気なんだよ。3000円台ではね買えません。もうというわけでですね、じゃあ1体で買うより5体いっぺんに買った方がお安いというわけでですね、この4人含むミクが入ったセットを購入させていただきました。もうこうなることな、1体1体買わないで最初から5体買った方が良かったじゃないか。ちょっと中開封していきたいと思います。参考なんですけど、1個1個安いんじゃなくて、全部ねプライズ商品としては揃ってから買った方が絶対お得です。いや今買い時か、いや待てよ、でもこのクーポンを使えば安くなるから買いだー。今4回やったんですけども、ミクがなかなか値段が下がらない。こうしているうちにですね、もうどんどん金額上がりまして、もう手に負えない金額となってしまいました。あ、びっくりした。びっくりした。見てこれ。4人しか入ってないじゃんと思ったら、いました。わあ、ミクでした。これだよ。これがもう4000円ぐらいするんだよ。タイクレ限定のミクを。この4体に関してはですね、メルカリかどっかで売りたいと思います。ちなみにですね、通常版とタイクレ版違いはと言いますと、こちらが通常版。そしてタイクレ版はこちら。笑顔なんですよ。どうせ買うんなら笑顔でしょう。というわけで、では5人ですね、こちら一気に開けていきたいと思います。というわけで、開けるぜ。はい、というわけでですね、爆発しました。痛いな、もう。はい、というわけでですね、一体一体開けていきたいと思います。一人目はどこだ？一階だ。一か。まずはですね、長女、いつきから開けていきたいと思います。いつきに関しては箱が細いですね。ちなみにこのいつきに関してはですね、多分これ購入してからどれくらい経ったんだ？3ヶ月前に購入したいつきでございます。おぉ。いきます。じゃん。おぉ。笑顔だよね、笑顔だよね。よし、笑顔バージョンというですね、なかなか憎いね、売り方してくんでね。購入する際は皆さんがお気をつけください。はい、というわけでこちら、ハートの花びらが中野一花。おー、クオリティが高いですね。はい、好きでございます。台座にセットします。ちなみになんですけども、監督ですね、ポップアップパレードという商品持っておりまして、ポップアップパレードはですね、まあサイズが小さいんですけども、こちら5人分持っております。5人集めるとね、いいよね。一花、二の、ミク、ヨツバ、そしてイツキ。やっぱり5等分の花嫁ね、5人集めないとダメですね。今回のプライズ商品はですね、なんとこちら、かなり大きいです。見てください。顔の大きさと同じキャラクターです。このようなサイズ感ですね。というわけでですね、長女イツキでございます。はい、いい笑顔でございます。そして背中に行くと、はい、ちょっとピシッとなってる感じがいいですね。ありがとうございます。次行きましょう。どんどん開けていきたいと思います。5人いますのでね、箱が大きな、箱の広さがあるで、2畳。2のを開けていきたいと思います。いや、2のもね、2期で結構ね、変わったよね。あ、笑顔、笑顔でした。台座は、そのキャラクターのイメージカラーですね。はい、こちら。2のは、紫のパープルのカラーとなっております。ハートは一緒ですね。はい、中の2の。2のですね。あ、いいですね。はい、はい。いや、そんなわけはないな。二のさん？ん？ハマることができました。二のでございます。いや、いいね、笑顔いいね。そして髪の
ボンボン。流れる髪で、後ろはクリアパーツ。ここのね、わかるかな、繊維。この服のね、細い細かい繊維もね、ちゃんとね、表現。されているんですよ。映像で伝わっておりますでしょうか。そして、広域の服のシワからの緑。そして、この絶対領域。ポップアップパレードはこちらでございます。こちらがですね、プライド商品の2度となっております。まあ、サイズ感はかなり違いますね。同じキャラクターです。まあ、全体的にやはりプライズの方が大きいですね。はい、では続きまして、三条ミク、いきたいと思います。こちらですね。これがね、今もう現在4000円以上します。3000円だったらもう即買いです、皆さん。いやー、これが欲しかったんだよね。はい、ミク、こちら。笑顔だよね。よし。ミクはブルーとなっております。青です。そして、ミク。これが超高いんだよ。台座はこうだから、あ、これは簡単ですね。ミクの表情。はい、ちゃんと笑顔です。ちょい下げてますね。微妙にこのね、後ろ髪がクリアパーツとなっておりますね。ミクといえばこのイヤホンじゃねえよ。ヘッドホン。ヘッドホンもちゃんとついております。ありがとうございます。そしてこの、まあ、この辺は一緒なんですけども、はい、黒タイツでございます。やっと手に入れました。ありがとうございます。ミクのポップアップパレードがこちらとなっております。同じキャラクターです。ミクですね。おぉ。続きまして、四つ葉でございます。まあ、監督ね、基本的には箱推しなんですけども、今はですね、包丁の五木と、この四つ葉が結構好きです。四つ葉はね、一番笑顔が似合う女の子ですね。こちら、グリーンでございます。ありがとうございます。わぁ、似合うわ。違和感が全くない。他のキャラクターも違和感ないんですけども、やっぱ四つ葉は笑顔だよね。よし、着きました。はい、というわけでこちら、四つ葉でございます。見ていきましょう。まずは、うわぁ、違和感ないわ、いいわ。四つ葉ですね、人差し指。が細い。チャームポイントのね、これなんていうの、ヘアバンドって言うんだっけ、これは針金入ってなかったら立たないよね、基本ね。よーく目を凝らすと、本当に毛先の部分がですね、クリアパーツになっておりますね。ちょっとこの背中にシワが寄ってる感じ。はい。からの、ちょい、2枚重ねからの、はい。ですね。あー、この足、四つ葉よくやりそうですね。で、そして、靴。四つ葉の足は、ハイソックスの黒番です。こちらが、四つ葉でございます。あ、大丈夫だった。ビビったわー。四つ葉のポップアップパレードとの比較です。はい。はい。髪の色も意外と結構違いますね。ではラストですね。まあ一応監督が今最近一番ね推しています、いつき紹介していきたいと思います。いつきはレッド赤となっております。おお、ケアフルのクオリティが高い。台座の部分できました。はい、いつき、はい、アホ毛がいいですね。で、髪の毛がちょっと長いので、毛先に関してはこれは分かりやすいかな。クリアパーツが使われております。さらの、はい、で赤いね、このセーター、そしてこのスカートのこのくぼみの部分、すごいいいですね。ハイソックス白番となっております。はい、というわけで五条いつきでございます。いつきのポップアップパレードと比較しますとこちらでございます。このような形ですね。両方ともアホ毛がついております。はい、というわけでこちら5人揃いました。圧巻です。1か2のミク、四つ葉、いつき、5人揃う笑顔は破壊力がやばいです。逆からいくとこんな感じ。
風太郎欲しいよ。というわけでこちら飾っていきたいと思います。おそらく今の時点でですね、このタイクレ版の五等分の花嫁、あと大東でもうこの商品出してないので、もうただあとはね、このフィギュア一体一体の金額がどんどん上がるだけのフィギュアとなるかと思います。興味がある方はお早めにご購入お願いします。やっと手に入りました。あ、今発見したんですけど、イツキのスカート長いんだね。四つ葉のスカートが短っ。ミクは多分長いでしょう。あ、短かった。ミノは絶対短い。短っ。イツキもまあ短いでしょう。あれ、イツキこんな長かったんだ。ちょっと今知りました。五等分の花嫁ケアフルフィギュアを開けさせていただきました。タイクレさんずるいんだよな。普通と笑顔だったらやっぱり笑顔ですよね。まああとですね、個人的に主人公出してほしい。上杉風太郎出してほしい。だってさ、五等分の花嫁という場合は5人なんだけども、やっぱりさ、主人公この後ろに風太郎を置きたいよね。まあこのサイズで風太郎出してくれ。笑顔バージョンでもいいので出してほしい。そうするとまあ五等分の花嫁が完成するんですよね。お、いや、てかこの手前の部分も一応クリアパーツ使われておりますので、いや造形が深いフィギュアケースに飾っていきたいと思います。このチャンネルではですね、最近はですねアニメ系に力を入れて紹介しております。これからも監督らもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。おお、なかなかすごいことになっております。お分かりいただけただろう。どんどん値上げされておりますミクいってや。あれでもちゃんとなんか、ちゃんとこちらはポップアップカレー、ニノに花びら、ハートだね、ハートが舞っております。ではですね、かなり高騰中の2の行きたいと思います。32の違う